ファンコーさんですよ。でよっすよ。このね、あの取っ手のアクリルがこうなんか切り張られてきてる。クバーク感があります、ね。琥珀でしょ。琥珀に入ってるからね。これはめちゃめちゃかっこいい。すごいですね。超かっこいい。これがどんな場所に置いてあるかでやっぱり変わってきます。いやー、誰が履いてたジパンかっていう感じですかね。そうです。果たしてそれは、はい、木村拓哉が履いたジーパンなのか。これはジーパンっぽいもんね、なんかね。まあこれは梅雨だけどね。この間久しぶりに嫁と代官山に遊び行ったんですよ。俺キムタクにまた会ったんじゃない。キムタクに会った店は潰れてました。ああそう、代官山なんて遊び行くの。え、代官山に遊びに行くんだ。そう、どんなところかな。たまに行きたくなるんですよ、そういうちょっとハイソな感じのところって。なんかスキンヘッドみたいなおばさんがさ、スキンヘッドみたいなおばさん、スキンヘッドとか坊主のおばさんがさ、寂聴さんじゃない、寂聴さんじゃないんだけど、まあおしゃれな感じなのよ。坊主のおばさんがさ、白いパグと黒いパグ2匹継いで歩いてるとかさ、はあ、なんだかもうよくわかんない感じになってますね。もうそう、ドッグランとかもあるんだけど、そのペットショップのドッグランがあってさ、ドッグランを囲いが全部アクリルだったりとかさ、なんかね、もうね、すげえなみたいな。やっぱちょっと違うよね。いや全然違いますよ。代官山といえばね、野上くんのライブ見に行ったんだよね。晴れ豆。そう、何そのライブ箱の名前みたいな。いや、まあ、あれは結構かなり前からありますけどね。あ、そう。僕は結構好きな箱としては近いところで言うと、月見る、同じ系列だっけ、月見る、なんだっけ、君を思う。そう、あそこの箱とかすごいなんかいいよね、綺麗でおしゃれだし。初ライブあそこです。なんかね、真ん中に丸い月みたいなのがあって、そのスクリーンみたいなって映像が映るんだよね。そうですね、なんか2階建てみたいな。そう、柱のところが竜の彫刻が。そう、そういう名前にすればよかったな。なんかレストランっぽいよね、もともとは。そうですね。そう、だから入ってくると地下なんだけど、地下だよね、あれね、はい、入ってくると2階なんだよ。ああ、で、なんかこうキャットウォークみたいなのが歩いていって、キャットウォークとか歩いていくと、こう横に下がフロアがあって、あ、もう天井が高いステージがドーンってあるんですよ。何、そこで何やんの。ライブだよ。ライブだよ。で、本当になんかあの、あそこはどこなんだろう、青山だよね、だからね、場所的には。だから青山、代官山にある系列なんですよ、だから。まあそういうおしゃれなところに行ったんですけど、それヨーグルト屋さんがあってさ、ヨーグルト好きだから、あ、食べたいなと思って。もうそんなとこでヨーグルトは何、もう、どんなヨーグルトなの。いや普通になんかあの、アサイーボールみたいにいろいろ野菜が入って、あ、果物が入ってる感じなんですね。で、美味しかったんだけど、やっぱさ、あの、もう現金で払えないよね。払えないの、そこは。でも体で払えってことですか。面白い。なんか一軒昭和に行きましたけど。でも全部あのクレジットカードとか、もうあのペイペイとか、そういうのじゃないと払えない。ああ、そうなんだ。おじいちゃんおばあちゃんとか来たらどうすんだよ、出してね。ヨーグルト来なさーい。小銭じゃらじゃ出してみたら、お金使えないです。お金使わないってことは、どういうことじゃんみたいな。もう日本じゃなくなったのか。え、もう刀とか置いてくんじゃないの。どんどん昭和に遡る。昭和じゃねえよ、明治レベル。うん、はい、はい、そういうところにポンと置いてあったら、代官山とかにあったらさ、なんかさ、ちょっとこう、そうだね、だからどこに置いてあるかによって、うん、すごい変わるよね。変わる。だからもうただのボロやんみたいなのか、ちょっとかっこいいやんみたいなのかみたいな。そうそうそう、ね、田舎の普通家の床の間とかに置いてあったら、あれいつ片付けんだよみたいな。大会のバーとかにポンって置いてあったら、あ、なんか雰囲気ある、かっこいいみたいな。かなりなんかこう古いものってね、紙一重なとこあるもんね。そう、まあでもあの非常にこう威厳のある50年代ですからね。あ、50年代はい、どういう歴史を刻んできたんでしょうね。だってフェンダーとか買えなかったって言ってて。そうだよね、ギブソンとか高くて、ポール・マッカートニーが。いやー、そうじゃない、やっぱり。まあ貧乏症だけど、あの人。やっぱでも、こういうのが一生ものよってものよ、だから。そうだよね。壊れないっていうか、壊れてもだって直せるもん。そうだよね。うん、これも委託品ですか、お客さん。委託品です。これ、秋間さんが、そう、手を入れて、捨てるっていうことですね。で、改造内容としては、はい、なんかね、音をでかくしたかったらしくって、はい、もともと清流管っていう真空管がついてたんだけど、はい、それを外して、はい、シリコン清流、多分トランスが書いてあるのかな、
うん、あのパワートランスが、はいはい、変えてそこの容量とかをでかくして、うん、シリコン製品して電圧を上げたって感じだと思いますね、うん、なるほど。そういう意味で言うと、まあ、かなり改造はされてるといえば、うん、されてるね。でスピーカーがねセレッションのヴィンテージ30に変えてありますね。なるほど。もうなんか似てますよ雰囲気は。いやだってまさしくね、まあ、日本日本だけどお似合いだよ、ね、うん、お似合いですね。だってこれあれだもんね、うん、インストとマイクだもんね、インプットは、ね、あ、そうだね、うん、まさしくそれ、ね、うん、ええー、感じにコクが出てるみたいな感じそれはねすっげえわかるね、うん、やっぱ古すぎても結構きついなっていうのはあるけど、うん、そうだね、まあ、ちゃんと手が入って、うん、現代ニーズそうだね合う感じだ。なんかもともとちょっと手が入ってたのを秋間さんにやってもらったとか。なるほど。だって50年代なんでしょ、うん、手が入ってないわけないよね。そうそう、わけないし、古盛りありがたかるのは本当ね、ダメやからね、その50年代のやつは。絶対どっかやられてるから。だって病院行ったことのないさ、90歳のおばあちゃんみたいな感じだもんね。いや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 、みたいな。3万円税込みです。これは安いんじゃないですかね。これはね、だいぶ安いと思います。ねえ、まあ改造をどう取るかだけどね。
まあそのオリジナル度は低くなってるかもしれないけど、いやオリジナルのままいけるもんなんてないだろ。33万円税込みでございます。ぜひですね、お問い合わせいただければと。はい、アンコイさんでした。ありがとうございました。